こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。はい、写真家の畑です。はい、今日畑先生がご一緒してますのはこちらの健康的なギャラリー。はい、もうご覧いただいて分かる通り、明日から3月の29日からですね、2週間、畑先生の屋久島の写真展ということで、はいはい、いよいよ始まるわけですが、そうですね、はい、もう先生のファンの方はね、いろいろ先生の SNS 投稿でお気づきかとは思うんですが、今回の写真展、一つはこの屋久島の素晴らしさを知らせるというのがもちろんあるわけなんですけども、はい、もう一つ目的があったりするんですよね。まあ、そうですね。はい、僕のオリジナルプリントですね、ぜひ皆さんのご自宅で飾っていただきたいなと思いまして、特別価格で今回は販売をしたいなと思っておりますので、ぜひいらしていただきたいなと思いますね。はい。というのはですね、やっぱりですね、写真家の作品ってなかなか買う機会がなかったりしますよね。その昔あるそのプリンターをやってるメーカーさんがね、オンラインで買えるサービスとかやった時もありますけども、なかなかね、そういう機会もないし、あと、まあ、写真展によってはね、赤いポッチでこう、買ったよみたいなマークがついたりするのもありますけど、今回のように先生が全面的に売りますっていうのは珍しいんじゃないかなと。まあそうですね。思うんですけども、はい、ここまで言っていただくと、じゃあ買おうかっていう方おられると思うんですよね。もちろん今回ですね、力作揃いです。実はですね、この会場を半分に、まあ作品構成上分かれてまして、こちら側が、まあこう、真四角のプリントですよね。はい。これは先生、あれですか、なぜ真四角なんですか？あ、これね、僕が屋久島撮り始めた時、フィルムだったんですが、そのフィルムの66のカメラを使ってですね、撮影してるんですね。だから元のデータが、フィルムの真四角のフィルムを使ってるので、それを、まあ、スキャニングして、インクジェットプリンターでプリントしてるので、ノートリミングで、スクエアの、スクエアって真四角っていうことになるんですが、の出力になってるってことですね。まあ、なかなかね、中盤カメラ66というのもね、最近ピンと来なくなってきましたけども、ただ、貴重ということですね、そうすると。そうですね。もうフィルムで自由に写真を撮れる時代ではなくなりつつあるので、本当にこういうふうに僕が作品残せたことは自分としてもすごく、自信にもなるし、嬉しく思う、作品ですね。まあ非常にプリント自体もね、その一遍デジタルに起こしてるからどうこうっていうことはなくって、やっぱり中盤ならではのすごい精密なね描写が生きた作品群だなと思うんですよね。そうですね。フィルムの流暢感もしっかり活かすように僕はプリントしてるので、こういったところも本当に貴重なプリントになるんじゃないかなと思いますね。で、今回特別価格なのは、なんかいきなりテレビショッピングっぽくなりましたけど展示作品が特別価格で、ただ赤ポッチついちゃったけど買いたいなっていう方はまたプリントしてもらえるんですよね。まあ、そうですね。それはまたちょっと特別価格だけいかないんですが、新たに作成するものについてはちょっと要ご相談というような形になると思うんですが、まあそうなってくれると嬉しいなと思いますけどね。はい、まあでも人気作品ってよくね、赤丸がついてたくさんこう並んだりしますからね。そういったことでも対応できますので、はい、先に買われたからがっかりみたいなことがないようにですね、2週間きっちり。あ、そうそう、今回ですね、はい、先生ほぼ在庫されるんですよね。そうですね。ちょっと桜の時期なので、もしかしたら途中で僕いなくなる時があるかもしれませんが、基本ここの会場にいるようにしたいなと思うので、ぜひ僕に会いに来ていただきたいなと思いますね。今ね、中野自体は今日はたまたま雨、まあちょっと晴れてきましたけど、桜がね、もう絶好のベストロケーションで、先生この時写真撮りに行かなくて大丈夫なのってちょっと心配になるぐらいのねタイミングの写真展なんですけども、先生基本おられるということなんで、はい、そういったことも含めてですね、先生に会いにということはあるかもしれませんよ。はい、そしてね、反対側がですね、これもね、なんかすごい貴重なシーンがいっぱいあるんですって。あ、そうですね。今回このカラーの作品がですね、こういう風に並んでいるんですが、こういう感じでですね、これレイニーデイズ屋久島の写真集に掲載されている作品になるんですが、こちらもですね、販売対象として展示させていただいております。中にはですね、屋久島の花っていうのはシャクナゲになるんですが、
その尺投げがですね、30年に一度の大酒をした年があるんですが、その時にですね、撮影した、もう本当にね、花園というか、花の楽園になっている作品もこちらに用意してありますので、こちら部屋に飾ってもらえると、僕としても嬉しいなと思いますね。まあ、特別価格なのは早い者勝ち、うん。そして、まあ、特別価格でなくても、ぜひ飾りたいなっていう方はね、新規にっていうことも対応いたしますので、本当に今回テレビショッピング的ですけど、テレビショッピングではなくてですね、皆さん、ぜひ会場にお運びいただいて、2週間っていうとね、長いようで結構気がつくとあっという間に終わってたという感じになりますので、です。まあ、ぜひですね、4月、何日だっけ。10日ですね。はい。はい。4月10日までですね、はい、開催してますので、ぜひお越しいただければと思います。はい。というわけで先生、明日から、長丁場ですけども、一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、会場で。